いや、元木ヘッドコーチでは的確です。視野がね、200くらいあるんじゃないですか。ああ、意外に、はい、いいじゃコーチですね、今。だからもう、あれだけね、うまく練習サボれたってことは現時代ですか。天才ですね。ということは、選手がサボってるのを見抜けるってことです。ああ、そっか、お前休んでんだろう、お前と。でも抜き方がもうスペシャリストなんで、はい、長嶋監督にクセモノでまで言われて。そうですね、クセモノですよね。ということは、選手が何かしようとしたら、はい、天井のように分かるわけですよ。あー、でコーチとしてもクセモノじゃないですか、元木さん。選手はたま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 じゃないですよね、見抜かれるから、はい、自分がやってきたことですから。あ、はい、